はい、どうも皆さん、こんにちは。山猿と申します。今回はですね、日替わりイベントの、特別行動の、各、ミッション、まあ、ミッションっていうか、クエストって言いたいかな、の報酬をね、どれを優先的に取っていけばいいんじゃないか、取っていけばいいかっていうのをね、ご紹介というか、個人的な、意見も、混ぜつつね、ご紹介していこうかなと思っておりますので、よろしくお願いします。ですね、まあ、早速行くんですけども、個人的になんで、ちょっと人それぞれ意見はあると思うんですけど、個人的にね、一番優先はエナジーエッセンスかなと思っております。まあ、エナジーエッセンスの場合はね、スキャラのレベルを上げれるっていうアイテムなんですけれども、まあ、なんせこれちょっとね、集めて、かつ装備と違って、レベルアップしかできないんですよね。レベルダウンがないので、もう、例えばもう、4体全部を育てたいんだったら、もうそれだけの量のね、エナジーエッセンスをゲットしないといけないっていう状況があるので、まあ、俺は一応コモンは、を最優先で一応育てようかなと思ってるんですけど、うん。まあ、基本的に、まあ、全体的に育って、てたい人とかね、まあ基本はね別に一つに絞りたいわけじゃないんですけど、とりあえず一つをまあ一応とりあえずね、レベルマックスまでしたいなっていう気があるので、まずこいつからっていう感じなんですけど、まあやっぱその分のエナジーエッセンスの量が必要なので、エナジーエッセンスは最優先でいいんじゃないかなっていうふうに思っております。で次に、テックパーツですね。はい、テックパーツもね、まあ大事なんですよ。うん、で取れる量もね、やっぱある程度限られてきてるので、装備品と違って。まあ、第2位は、テックパーツですかね。はい。で、第3位が、ない、今こんなのがないんですけど、ジェムですね。普通にジェムがもらえるやつもあるので、ジェム優先、も、第3位で優先でいいんじゃないかな。うん、装備品よりかは優先度高いかなって感じ。で、第4位が、装備品ですね。まあ、武器、装備、区内、まあ、鎧だったりね、ペンダントだったり、ネックレスだったりっていうのがあるんですけど、まあ、これはまあ、まあ、普通にイベントこなしてりゃ、まあ、出るし、まあ、普通にイベントこなしてりゃ、こういう風に鍵のやつね、もらえたりするんで、まあ、そこまで優先度高くないんじゃないかなと思ってるので、第4位ですね。で、最後が、コインですね。はい、コイン。まあ、コインは優先度低いですね、もう明らかに。あのね、前半、最初の方はね、コインめっちゃいるんですよ、本当に。で、コイン稼ぎの動画とか作ったんですけど、今全くやってないもん、これ、コイン。もう普通に 41.1M あるんで、これ今、1M が100万ですよね、確か。あ、10万、100万。100万ですよね。1M が100万のはずだから、今4000万コインあるっていうことなんで、もうコイン集めしてないですね、全然もう。うん、もういらないです、コイン集めは。うん。っていう順番なんですけど、ちょっとね、いろいろ変わるところがあってですね、まあ、優先順位がある程度変わったりするんですよ。まあ、これ今エナジーエッセンス100って書いてあるんですけど、これ50の場合もあるので、もしこれがエナジーエッセンス50で、テックパーツがベターの、品質の、テックパーツだった場合、ベターの品質の、テックパーツを選んだ方がいいと思います。こう装備品に関してもそうですね。エピック、なんか違う、なんか誰かの動画のなんかサムネイルかなんかで見たんですけど、なんかエピック装備のなんか装備品が手に入るとかっていうのがあったんで、そこまで行くんだったら装備品最優先でもいいです。はい。レア度ですね。普通に。品質、レア度に、比例して、まあ、優先度もまだ変わってくるっていう感じだね。まあ、なんとも言えないんですけど、一応エナジーエッセンス最優先でいいんじゃないかなと思います。はい。で、もしくは、ベター以上の装備品、もしくは、テックパーツですね。できることならエクセレントまで行ってほしい。エクセレントだったらもう最優先ですね。とりあえず、エナジーエッセンスよりも最優先でいいんじゃないかなと思います。で、ジェムはね、一応100、100個以上は見たことないんで、100個が限界だと思うので、まあ、ジェムはね、まあなんか周りのやつがいらなかったらジェムでいいんじゃないかなっていう具合ですね。なのでね、まあ今言った通りですね、はい、どれ選んでいいかわかんない。まあ、とりあえず、クエスト自体にも一応あれがあるので、難易度って言ったらいいかな。うん、品質みたいな感じでね、ノーマル、グッド、ベター、エクセレント、エピックまであるんで、一応一番高い品質、クエストですね。色のやつを選べば、まあ、間違いないんじゃないかなと、思います。その色の、今言った優先順位ですね。
のやつをやれば、まあ多分普通にアイテムは揃っていくんじゃないかなと思っておりますので、まあ、エッセンス、エナジーエッセンスがいいのか、テックパーツがいいのかって分かんなかった人はね、ご参考までに、してください。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。さよなら、バイバイ。